まもなくですね、本当にあの福島第一原発が見えてきました。ちょうど海岸から福島第一原発が近づいてきました。今映している灯台のところにですね、各テレビ局の、監視いわゆる静止画 の、 監視用のカメラがありまして、そ の、 カメラからですね、福島第一原発の津波が襲われる映像がですね、実は3月11日の午後3時半ごろ TBS では生放送で放送されておりましたけれども、その後ですね、津波で電源がおしまいになりまして、でその後 の、 映像というのは放送されることはありませんでした。目の前に迫ってきました。すでにですね、1号機フードがかけられていまして、事故直後のですね、爆発した直後 の、 鉄骨がむき出しになった状態はもうすでに見ることはできませんけれども、左手前から4号機、3号機、2号機、1号機、そして奥に5号機、6号機という形で連なっています。海に面して手前にありますのが、タービン建屋、そして奥側がですね、原子炉建屋というような並びになっていて、左側から4号機、3号機、2号機、1号機というふうに並んでいます。そして今高い、クレーン車が ありますけれども、一番高いクレーン車があるのが3号機という形になっています。で3号機、なんですけれども、こちらの方からですと、もう上の方がですね、もう落ちたような形になっていて、骨、鉄骨のようなものが、まだむき出しになっているような感じに見えます。今、真横から見ていますけれども、今ご覧いただいているのが1号機の建屋です。そして2号機、まだフードがかぶっていませんけれども、今寄っているのが2号機です。その先3号機なんですけれども、3号機はまだ鉄骨がむき出しに見えます。そして今ご覧いただいているのが4号機になります。第一原発の上空からご覧いただいています。左側にありますのが、タンクがありまして、タービン建屋、そしてその右側にですね、今手前に白く見えているのが1号機のですね、カバーがフードがかけられた1号機になっています。その先に2号機が見えます。そして3号機、今ちょっと逆光ですけれども、手前後ろ側のですね、陸側から回ってみますと、右端の方にたくさんのタンクが見て取れると思いますけれども、汚染水をですね、処理するタンクが、本当にたくさん
敷地内に並んでいます。ありがとうございます。たくさんのですね、建物がもう所狭しと並んでいますが、これは全体的に、ほぼですね汚染水を処理するためのタンクになっております。ものすごい数ですね。今はですね、陸の方向から見ていただいていますけれども、左側に見えますのが、1号機、そして、これが1号機です。そして、その右側に2号機があります。2号機もまだ穴が開いている状態です。そして今、上の方がですね、ほとんど、瓦礫でまだ見えていて、事故の生々しい爆発の様子をとどめている3号機です。今デジタルズームで寄った映像を見ていただいていますけれども、今、ご覧いただいているのが3号機の様子です。そして、隣ですけれども、事故当時、運転は定期点検で停止しておりましたけれども、やはり、爆発をした4号機になっています。4号機にはたくさんの使用済み燃料が貯蔵されているということで、今でもですね、この4号機が不安定であるということで、世界中から心配の声が寄せられている。これが4号機になります。今たくさんのタンクが並んでいますけれども、これはですね、地下水のバイパスの一時、貯留タンクというものだというふうに思われます。この他にもですね、左右に地下のですね、貯水槽というのが並んでおりまして、敷地内はですね、新しく建っているたくさんのですね、汚染水を貯める施設で、もういっぱいになっています。またもう一回そばなので、ぜひ1号機から4号機まで寄っていただければと思います。はい、もう一度ですね、1号機から見ていきたいというふうに思います。今正面こちらが今1号機のですね、原子炉建屋です。もう白いフードがかぶっていますけれども、3月12日に、午後3時半ごろに爆発しました。これが1号機です。そして、隣ですけれども2号機です。2号機はですね、3月15日の午前8時半ごろ、サブレッションチェンバー付近でですね、大きな音がしまして、爆発という発表はされていませんけれども、一番高い放射性物質が飛散したのがこの2号機の、2号機ではないかというふうに言われています。そして、3号機3月13日午前10時ごろに爆発した3号機ですけれども、3号機は今でも、瓦礫がですね、見て取れます。はいはいはい、はい、ちなみにですね、上空の放射線量はですね、高くないというか、下妻の方が高かったのかな。今ですね、0.17 マイクロシーベルトということで、線量はですね、上空はさほど高くはありません。